お顔は動かさないで、目だけで追いかけてください。甲状腺の大きさは問題ないですね。大きく開けて閉じて、大きく開けて閉じて、大きく息を吸い込んで吐いて、靴帯外しますよ。熱すぎたりはないですか？大丈夫ですか？はい。そのままお休みいただいて大丈夫ですからね。はい、ゆっくりしていてくださいね。はい、お疲れ様でした。はい、こんにちは。私は内科医のメロと申します。今日はどうされましたか？なんとなく体調が優れないんですね。それではどういった症状がございますか？体がだるいんですね。体のだるさがあって、頭が重たい感じがするんですね。それからイライラがあったりだとか、不安も感じるんですね。なるほど。夜眠るときに動悸がありますか？そうなんですね。その動悸を感じることによって余計に不安になったりしますよね。それはとても辛いですね。夜は眠れていますか？寝つきが良くないんですね。そうですよね。他には何かございますか？肩や首のこりがひどくって、時々頭痛も起こるんですね。わかりました。はい、いいですね。それではまずは患者さんの体をいろいろと診察をさせていただいて、そこで何か身体的に問題がないかをチェックしていこうと思います。はい、なので今から私が患者様の目を見たり、お口の中を見たりしていきますけれども、途中何か辛いことがあったら遠慮なくおっしゃってくださいね。はい、では診察をしていきますよ。ではまずは目を見ていきますね。患者さんの目に
私がこのライトを当てますので、患者さんはお顔をまっすぐこちらに向けていてください。はい、ありがとうございます。それではいきますよ。まっすぐにこちらを見ててくださいね。瞳の瞳孔の開き具合をチェックしていますね。ね、じゃあ今度はこちらを失礼します。少し眩しいですね。もうちょっとですからね。じゃあ今度はこのライトの動きを目だけで追いかけてもらっていいですか。はい、お願いします。では行きますよ。ライトの動きを目だけで追いかけてください。お顔は動かさないで、目だけで追いかけてください。いいですね。じゃあ今度はお顔に少し触れさせていただきますね。はい、じゃあまずはこの首のところを触りますよ。失礼します。まっすぐ前を向いててくださいね。甲状腺の大きさは問題ないですね。はい、じゃあ今度はお口を大きく開けて閉じて、開けて閉じて、こんな感じでお口を大きく動かしてもらっていいですか。はい、じゃあいきますよ。お口を大きく開けて閉じて、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 いいですね。口を開けたり閉じたりした時に、この辺りに痛みを感じたりとか違和感を感じたことはなかったですか？大丈夫ですね。はい、今度はお口の中を見せてくださいね。はい、じゃあもう一度お口を大きく開けてください。はい、いいですね。あーっと大きく開けてください。いいですね。はい、この角関節の動きも特に問題はないですね。はい、じゃあ今度は目をちょっと触りますね。失礼します。まっすぐ赤を向けててください。まっすぐですよ。そうですね、特に貧血もないし、大丈夫です。それでは今度は患者さんの胸の音を聞いていきますので、お洋服を
持ち上げていただいてよろしいですか？はい、お願いします。それでは失礼しますね。まずは心臓の音を聞きますので、できるだけ楽にしていてくださいね。はい、いきますよ。はい、いいですね。それでは今度は呼吸の音を聞いていきますので、私の合図に合わせて息を吸ったり吐いたりしてくださいね。はい、じゃあいきますよ。大きく息を吸い込んで、吐いて、大きく息を吸い込んで、吐いて、はい、大きく息を吸い込んで、吐いて、はい、もう一回、大きく息を吸い込んで、吐いて、はい、いいですね。じゃあ今度は背中の音を聞きますので、くるっと反対向きになってもらっていいですか？はい、ありがとうございます。じゃあ行きますよ。はい、よろしいですよ。じゃあ今度はお腹を診察しますので、こちらのベッドの上に横になってもらっていいですか？はい、お願いします。はい、ありがとうございました。それではお腹を見ていきますので、お膝を立てていただいて、いいですね。こちらも立てていただいて、このままで楽にしててくださいね。で、ちょっとおズボンを下に下げます。はい、いいですね。じゃあちょっとお腹に触りますよ。失礼します。触って痛いところがあったらおっしゃってくださいね。はい。このあたり大丈夫ですか？痛くないですね。はい。こちらはどうですか？大丈夫ですか？はい。いいですね。じゃあ今度はお腹の音を聞いていきますね。
そのまま楽にしていてください。はい、失礼します。いいですね。じゃあ起き上がっていただいて、はい、ゆっくりで大丈夫ですよ。はい、お願いします。そうですね、今見させていただいた感じですと特に問題はないような感じなんですね。患者さんの今日の一番の訴えが体のだるさということなので、もしかしたら何かしらのウイルスや感染症の疑いがありますので、今日は採血を念のためやってみようと思います。はい、でその採血の結果を待っている間に肩こりがとても辛いとおっしゃってたので、ちょっとマッサージをしていただいて、はい、でマッサージが終わる頃には検査の結果が出ていると思いますので、はい、それで結果をご説明いたしますね。では採血をまずしていきますので、はい、あちらのお部屋にお願いしますね。はい、お待たせいたしました。それでは採血をしていきますね。今日患者さんは血糖値の検査が含まれるんですけど、最後にお食事を取られたのはいつ頃ですか？今日食べてきてないですか？わかりました。はい、はい、それでは採血を始めていくんですけれども、患者さんは今まで採血でご気分が悪くなったことはないですか？針があまり得意ではないんですね。大丈夫ですよ。はい、じゃあこちらのベッドに横になってからやりましょうか。大丈夫ですよ。はい、じゃあゆっくりで大丈夫ですので横になってくださいね。お願いします。はい、それでは採血をしていきますよ。今のところご気分はどうですか？大丈夫ですか？はい、患者様は利き腕はどちらですか？右ですね。はい、じゃあ今日はこちらの左腕で採血をしていきますね。はい、アルコールを使って消毒するんですけれども、今までアルコールで肌が荒れたりだとかそういったことはなかったですか？大丈夫ですね。はい、では掛け伝いを巻きますね。どうぞ楽にしててくださいね。失礼します。いいですね。ではまずは消毒しますね。少し冷たいけど大丈夫ですか？ここから血液をいただきましょうか。はい、じゃあいきますよ。親指を中に入れてぐーっと手を握っててください。いいですね。じゃあいきますよ。
大丈夫ですか？そのままお手手握っててくださいね。はい、楽にしてください。掛け伝え外しますよ。緊張しましたね。でももう終わりましたからね。はい、いいですよ。ここにテープを貼っておきますね。で、いいですね。じゃあしばらくこちらをグーッと押さえててくださいね。ご気分はどうですか？大丈夫ですか？よかったです。患者さんは肩のマッサージの予定なんですね。じゃあこのままこちらのベッドでマッサージしていきますので、どうぞそのまま横になっててくださいね。はい、じゃあ今度はマッサージをしていきますね。このベッドの上にうつ伏せに横になってください。はい、お願いします。よろしいですか？はい、じゃあこのマッサージを始めていきますので、今日は肩だけのマッサージなので、少しこのお洋服、肩の部分だけ出してもらっていいですか？はい、お願いします。こちらのオイルを使ってマッサージをしていきますね。ただ結構肩こりがひどいので、まずは温かいタオルを当てて肩をほぐしていきますね。それではこちらのホットタオルを肩に当てて温めていきますね。失礼いたします。温度は大丈夫ですか？熱すぎたりはないですか？大丈夫ですか？いいですね。この辺りも結構張りが強いので、しんどかったですよね。それではこちらのオイルを使ってマッサージをしていきますね。では失礼しますね。手を流すようにさせていきますよ。
先生から患者さんはとにかく寝不足だというふうにお伺いしております。なのでもしも眠れそうだったらそのままお休みいただいて大丈夫ですからね。はい、ゆっくりしていてくださいね。少し肩を叩いても大丈夫ですか？ありがとうございます。ちょっと失礼しますよ。それでは今度はもう一度この温かいタオルで背中のオイルを拭き取りますね。はい、失礼いたします。暑くないですか？大丈夫ですか？はい、いいですね。どうですか？ご自身で触っていただいて拭き足りないところなどございませんか？大丈夫ですね。はい、それでは以上でマッサージは終了ですので、お洋服をまた戻していただいて落ち着きましたらもう一度診察室にお願いしますね。はい、お疲れ様でした。どうですか？マッサージ受けられて少し気持ちが楽になりました？よかったです。では採血の結果をお話ししても大丈夫ですか？
今日患者さんはですね、まず一般的な、貧血がないかとか、血糖の検査だとか、それから中性脂肪やコレステロール、肝機能なんかの一般的な項目と一緒に、それからですね、何かしらの感染症にかかっていないかなっていうチェックもしてみたんですけれども、特に問題は見られませんでした。体のだるさっていうのがちょっと何かしらの病気があってっていうことではなさそうな感じがしましたね。はい。普段の生活はどんな感じですか？例えば朝は何時に起きられますか？6時30分ですね。朝6時30分に起きて、お仕事に行かれて、お家に帰って来られるのは何時ぐらいですか？だいたい8時から9時ぐらいですね。結構遅いですね。じゃあその8時から9時ぐらいに帰ってきて、お風呂入ってご飯食べてっていう感じになるんですかね。では、夜眠られるのは何時ぐらいですか？深夜の1時とか、もっと遅い時は2時ぐらいですね。そしてまた朝は6時30分に起きると。圧倒的に睡眠が足りてないですよね。結構お仕事も忙しいですか？なるほど。ストレスという言葉でね、全部片付けるのは良くないとは思うんですけど、やっぱり患者さんの場合だと、そのお仕事のストレスだとか、あと睡眠不足ですね、そういったことによって自律神経の乱れがあるのではないかなと思います。はい。なので、今日は漢方を2つ試してみようと思います。体にもとても優しいので、試してみやすいかと思います。まず1つ目はですね、加味逍遥散という漢方なんですけれども、割と虚弱体質の方にですね、向いているこの気持ちを前向きにしてくれるという薬なんですね。気の滞りを改善していくというのもこの薬の効果ではあるので、よく女性の不定愁訴なんかにも使われますね。そしてもう一つがこの玉簡散という漢方薬ですね。イライラを抑えてくれたりだとか、子供さんの夜泣きとか、そういったものにも使われます。で、結構イライラも強いというのもありますので、こちらを試してみていいんじゃないかなと思います。あとはなるべく生活習慣を整えていただいて、せめて日付が変わる前にはお布団に入るように心がけてもらえるといいんじゃないかなと思います。それでは今日は2週間分お薬を処方しておきますので、また2週間後に様子を聞かせてくださいね。それかもしも途中で何かまた別の症状が出た場合には、2週間経つ前にこちらに来ていただいて大丈夫ですからね。それでは今日はお疲れ様でした。できるだけ規則正しい生活ができるように頑張ってくださいね。では、お大事にどうぞ。